公式サイトご覧の皆様、梶原善です。いや、まあやったー、ありがとうっていう気持ちでいっぱいでした。はい、ありがとう。やっぱある主人公がずっと忙しいっていうのも今まであったかもしれないんですけど、今回割とみんなまんべんなくお忙しなので、全キャストお忙しの舞台になりそうだなっていうのは感じましたけど、はい、今まで4回出させていただいて、まあもう一番最初は全く不慣れな立ち回りで大変苦しんだんですけども、まあ、徐々に吉原御免状でキャットインザでだんだん立ち回り慣れてきて、よしって 4回目のかげろう峠で、よし次は立ち回りだんだん慣れてきたから頑張ろうと思って、こう決定の台本をいただいた時に、目が見えない役か、そうかとか思いながら読んで、読み終わると立ち回り一切僕なくて結構がっかりしたんですよ、あの時。でもうそういう意味ではもう僕も年も年なので、そういう意味では立ち回りはね、そろそろなくなっていくんだろうと思って、今回まあ読んでいくと、まあ、あの僕の代わりに戦ってくれる方がどうやらいらっしゃるみたいなので、なんと早乙女太一いますからね、もう十分でしょあの人の横でどんな立ち回り見せてもね。しかも今回弟さんも出てらっしゃいますでしょう。私は避けたりするぐらいの、避けてちょっとするぐらいのことはあってもよろしいんじゃないですかね。はい、どんがらがったどんがらがったと、ただ音楽のうるさい、新幹線でございますが、何分豪華なキャストと豪華なステージング、そしてまあ舞台装置すべて豪華であります。ご覧になられた方も、ご覧になられてない方も、ぜひトライ青のラン。